一番やったゲーム何？パブジーか。印象強いね。4000時間ぐらいいってんだよな。パブジー抜けて強いよなお前。4,5000時間やってた。私はロールです。あーどんぐらい？多分。分かんないね。もう死ぬでやってそうだね。めっちゃやっためっちゃやった。だってなんかたまにさ配信会で TFT しようとしたら、あのインキューしの見るもん。同じ。配信外でロールやったらインしてんの TFT TFT、うん、あ いるなって思って。そうなんだよね。たまにありますね。はい、せーの、クロノワールがなんかやる。いろんなもののティア決めよう。ティアティアです。オブキングダムが1位。はい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 。まずティアが分かんない人もいると思うんですけど、はいはいはい、金井さん分かりますか、ティアって何か。まあなんか強さみたいな、ランクみたいな。まあそういう意味で使ってますね。はいはいはい、はい、まあ改めて説明しますと、英語で層。層なんだ。そう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 。わお。まああの層、ゲームの世界とかでは強さとか、うん、ランキングとか、まあそういう意味で階層とか上の層ほど強いみたいなことなんだね。そう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 。やめて。はい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 、そうですね。はい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 、はい、まあ、ゲームプレイヤーだけではなく、ゲームのキャラクターや戦術などさまざまな強さを、ね、表すのに使われてます。うん、よく使うね。まあ、一番強いものをティア1、2番目に強いものをティア2、うん、3番目がティア3、まあ、それ S ティアとかも言いますね。 S ティア、 A ティアもあるね。 B、C、D、まあ、1、2、3か ABC かか、主に、うん、主にそうだね、うん、そういうのがあるんで、今回お題をいろいろ用意したので、まあ、俺らの感覚で、はい、ティアを決めていって、まあ、クロナンオリジナルのティアを作りたいと思います、うん。まあ、僕ら今までの動画でも多分たくさんティアって使ってんだよな、実は ねみんな分かんなかったんだ、うん、いや分かってる人もいただろうけど、分かんない人もいた。ティアってなんだろう、なんだろうって。あ、でも言葉的にこういう意味かなって思ってる人はもしかしたらいたかもしれない、はい、なるほどね。これを機にね、知っていただければ結構使うんだよね、はいはい。というわけで完全に俺らの主観で決めていきましょう。まあまあまあ、そういうもんだよね。はい、視聴者の皆さん、文句は受け付けません。はい、文句したらもう。ということで、おお、結構強行手段いくらしいんで、彼が逮捕されないためにもね、文句は言わないでいただきたいです。ということで早速やっていこう。こう。クロノワールがなんかやる。まあちょっと軽くね、はいはいはい、どういうことみたいな人もいるからね、うん、まだ多分。最初のお題は、好きなおにぎりの具ティア。おでんじゃなかったか。おでんがよかった。おにぎりか。おでんでもいいよ、どっちでもいいよ。まあでもおでんはさ、よくあるからおにぎりにしよう。まあイメージとしては、はい、ティア1は、まあ純粋に上から順に好きな順みたいになるんですけど、うん、まあ超好き。はいはいはい、ティア2はまあまあ好き、はいはい、ティア3はまあ人選ぶけどまあ好きみたいな、はい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 、そういうぐらいのイメージで。まあそういうもんだよね、うんうん、ティアってそうだよね。え、もう終わった。あ、もう決めたとか。あ、いや、もう決めるもんじゃないかな、感じてるから。あ、もう決まってる、もはや。あ、そうですか。え、じゃあいいですよ。ティア1、ティア1、うん、まあ、ティア1はいくら、うん。いや、だからそこはね、俺ね、ティア2なんだわ。あ、ぶっちゃけそうなんだ。俺にとってはティア1なんだけど、これやっぱ大衆的にやっぱいくらちょっと高いしね。高い、高いんだよ、普通の。高いけどね、うまい。塩気がちゃんとあって、ね、いや、そう、だから一番いい。俺はあの牛しぐれ。うわ、もうだいぶあれだね。もうティア1一緒だよ、でもそれいくらと。いや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 、値段も高いぞ。牛肉といくら、あ、何そう、質のティアってこと。そうそうそう。あ、おにぎりってやっぱそこ大衆的に好まれるもんだから、うん、その大衆受けみたいなところも俺は考慮して、いくらはティア2かな。じゃあ牛しぐれもティア2だろう。え、ティア1だよ。牛しぐれ嫌いな人見たことないよ。いくらはまあ好き嫌いあるけど、うん、好きな人は超好きだから。いや、それはだって人が選ぶじゃん。でも嫌いな人はちゃんと嫌いよ、いくらは。でも僕らの主観って言ったじゃん。確かにね。俺の主観でいくと、うん、大衆受けっていうのをちょっと重みとってるかな。じゃあしぐれね。しぐれ。じゃあくる、くら。くらティア1。くらティア1かな。ティア2は、ツナマヨ。いや、ここがね。エビマヨ、昆布、鮭。おー、ティア2多いね。え、もう頂点とそれ以下。いくらじゃあティア1じゃなくて。いや、いくらもうまいもん、一番。うまい。好みだね、これは。でも、でもあったら買っちゃうとか。もうなんか大体食べるやつ全部ティア2、うん、てかおにぎり美味しい。それで言うと俺昆布はね結構買うね。じゃあティア1もう一個だけ買っとこうの時の昆布が結構。あ、
味じゃ万能。今日の朝ツナマヨを食べてたじゃん。いやツナマヨもそれで言うとティアワンよ。とりあえず食うおにぎりはツナマヨなんだよ。だ、ね、これ結局全部ティアワンになるってクズハさん。そういうとこあるもん。そう。そういうとこある。優柔不断だもんな結構。いやいやいや決まってますよティアワン。なんですかなんですかティアに。ツナ昆布はティアワンにじゃあ昇格として。うん、ティアツ？ティアツ。おにぎりでしょ。うん、いやでも昆布はティアツか。まあ昆布は。昆布はティアツだわ。なんか美味しいけど、うん、死ぬほど食べたいわけではない。そうね。うん。なんか縁の下の力持ちみたいな良さだよね。いつも友達の家行くと昔ね。私に行くといつも昆布おにぎり出されてそれがうまかった思い出補正で昆布ティア2です。思い出の味ね。でも2なんだ。でも2じゃあ3公平にティア3。ティア3意外とむずいよね。ティア3なんだ。逆にむずくない。食うけど食わない。ティア3とかないぞおにぎりに。いやでもなんか、うん、すげえたまになんだもち米梅とか高菜とかちょっと渋めの具材の。あ高菜ティア3だ。ティア3だよね。食べれないもん。食べれない。辛くて。あーそっか。これも俺友達に勧められて初めて食べたの高菜は。うまい。うまかった。まあじゃあティア3は俺は高菜かな。高菜とかのその。はいはい分かるよ分かるよ。渋い系ね、はい、塩おにぎりは。ん塩。いやでもティア3だね。あーもう絶好。ここが地雷だった。ティアワンに行ってもいい。大抵のこと許してくれたのに。あいつは塩おにぎりだけは。おにぎり界の中でも唯一王への挑戦を許されたおにぎりだと思う。いやあれはでもなんかさ、うん、ちなみに好きなおにぎりランキング、はい、世の1位。あ鮭もん。鮭サーモン。なんでそこ略したんだ。2位。え鮭は1番。コンビニおにぎりのイメージじゃないのかなみんな。2位ツナマヨ。ああここからそうね。3位塩。おえだからやっぱり王への挑戦権を持ってるんだよこいつは。持ってるね。3位だとトップ3だから。4位イクラ。5位がからし明太子。あうまいよね。6位が昆布の佃煮。うまい。7位がおかかかつお節。うまい。8位カルビ。だからあこれ牛肉だ。牛肉関係は8位だよ。いやでもこの鮭サーモンが入ってるあたり、え鮭おにぎりって俺買わないわコンビニで。僕も買わない。焼きハラスとかなんか。ああ。焼きハラス買うんだけど。明太子以外使うかな。あ明太子。明太子じゃなくてタラコかな俺が。あのタラコ美味しいね。明太子ちょっと辛いのと当たり外れがあるじゃないけど、辛さがさ僕的には、ね、だそうです。はあ。はい。まあ、でも一応決まりました。はい。ティアワンイクラ牛しぐれ。うんそうだね。ティア2俺昆布。もういっぱいあってどれにしよう。じゃあ鮭、うん、はいはい。エビマヨはどこに含まれるの。ティア2にした。うん。じゃあティア2エビマヨで。エビマヨ、はい、プリン体最高。いくらもプリン体。ティア3が高菜。プリン体大好きだな高菜。お前プリン体なら何でもいい。プリン体って美味しいんだな。高菜ですでした。はいって感じでティアを決めていきましょう。なるほどね。クロノワールがなんかやる。続いてのお題は今までプレイしたゲームです。今までプレイしたゲーム。うん、まあ、神ゲー両ゲー、はいはい、まあ面白いけど人選ぶなみたいなゲームぐらいのイメージで。なんだろうな。ティアはね、いやこれもねベクトルによるんだよな。まあだからさジャンルによらないそんなのは。そんなん言ったらだってエーペックスだって俺からしたら神ゲーだし。うん神ゲーばっかりだわ。決まりました。はいエルデンリング。あティアワン。あ面白かったね。いやていうかもうダクソシリーズはもう全部俺ティアワンかな。フロムはねもうフロムはティアワンです。全部面白かったな。セキロも面白いし。えなんだろう面白かったなっていうゲーム配信でやって、うん、今でも思い出残ってるって意味ではフローレス。フローレスって何。なんか恋愛ゲームなんだけど、お一本道なんだよ別にのなんか、うん、一人の少女が主人公で、うん、その人が恋愛して別れてどういう人生を歩んでいくかみたいなのを追体験していくようなゲームなんだけど。デトロイトみたいな感じ。デトロイトはほら選択肢があるじゃん。フローレスは、ねまあ、ないんだよもう一本なんだよ別に。あそうなんだ。けどめちゃくちゃいいゲームだったなって印象がある。へえそうなんだ。面白かったです。ティア2。逆にむずいねティア2。へえー、なん
だろうな、ティア2やりたいけど、いっぱいある正直。ティア2逆に、あのね、僕あのマイナーなゲーム好きだからさ、そういうゲームティア2に来るんじゃないかな。僕はめっちゃ好きだけどとか。なるほど。スレイズスパイア、あーカードゲームだ。うん、あれめちゃくちゃおもろいんだけど、意外とやってないよねみんな。まあちょっとね、ちょっと雰囲気をこうパッと見じゃ分かりづらいっていうのが、敷居高いか、カードゲームであの雰囲気。シャドーバース好きだったら好きでしょ。まあ絶対面白いだろう。ティア1にしたいぐらいおもろい。なるほどね。何ですか。いやーティア2でしょ。いやでも俺ここにシビライゼーション入ってくるかも。マジでおもろいんだけど、長いし、敷居は高いし、長いし、すごい敷居の高さとかでゲームめっちゃおもろいけど。クロナンでシビライゼーション 1v1 する回作ろう。今までコンパクトにこう動画作ってもらってるのに急に12時間やろうと思えばちょっと長時間できちゃうっていうのがやっぱ、ゲーマーと言い方悪いけど暇がないと。そうですね、できないって意味では、はい、ティア2なのかな。とっつきにくさとかも込みで。ティア3、はい、何ですかね。これ決まってる。お、何。レルムロイヤル。まあ、ちょ知らない人の原説明すると、はい、もう本当に、本当に面白かったバトルロイヤル。その PUBG が流行ってる時代にあったバトルロイヤルで、まあ、バトルロイヤルだけど死んだら鶏になって、10秒間逃げれるとまた人間に戻れるみたいな。面白いシステムだったよね。めっちゃ面白かったんだよ。僕ね24時間やったんだよ一時期。ずっとフェアリスさんとやってた。そうそう、何回1位取ったか。僕日本で50人しかいない一番トップまでやったんだよ。関さんと初めて戦ったのもそこだったね。関さんがやってた時に当たったんだ。1勝1敗でした。おー、まだ引き分けということで。そうそう、愛と敬意を持ってティア3、カルト・オブ・ザ・ランブ。ランブ出た。カルマヤマヤマカルマヤマヤマ、あれ面白かった。宗教、カルト宗教を作ってやってるアクションゲームだよね。カルト宗教っていう題材がちょっとちょっとね、ちょっと怖いからリスナーの名前とかつけて。あれツイッチだと面白くてさ、リスナーがこのキャラメイクをしたいって人いますかって言ったら手を挙げるシステムがあって、手を挙げた人がそのツイッチの画面上でキャラ作って、それが僕に届いて。いやすごいよね。何回ね死んだか。神ゲそう、あれね死んでくんだよねリスナーが。ただ自分が死んだ時に誰かを生贄にして自分は生き返るってできるんだよね。確かあとリスナーにうんこを食わせたりできるんですよね。そうなんだよ、うんこ食うの大好きなやつとかいるんだよね。痛いで食粉して逆に、逆に喜ぶやつ とかね。あとめっちゃいじめてるやつとかいた。人いたいたいた。最終的に殺しましょうとか言い出すからねあれ。まあそういうねちょっとダークな部分があるので、ね、ブラックジョークみたいな面白さもありね。あるからティア3かな。みんなができるかっていうとあれなんでね。おもろかったな、はい、決まりました。カルト・オブ・ザ・ランブ。というわけでじゃあティア3からいくか。ティア3、カルト・オブ・ザ・ランブ。レルム・ロイヤル。あれラムって読むのかな。ランブ、ランブでラムじゃない。あれって羊だよね多分。そうそう、ティア2、はい、スレイザースパイ、はい、カードゲームのね、はい、ダンジョン。そしてシビライゼーション大好きだよみんな。マジで面白い。シビライゼーションマジで面白いんだ。そしてティア1、1位がフローレンス。エルデンリング。いやフローレンスやってよ。切ない気持ちもあり晴れやかな気持ちにもなる。ちょっと映画みたいな。そう、本当映画みたいな感じ。ティア1意外なところでした。クロノワールが何かやる。というわけで最後お題、名字です。名字、ティア1名字。名字、まあどういう、まあイメージ的には、ティア1はまあこの名字なりたいもん、超憧れるみたいな名字。じゃあさ、僕はないじゃん名字。まあね、まああるけどないじゃん。まああるけどない感じだと、はいはい、日本名っぽい感じで、はいはい、公表はされてないですね。だから、はい、そういう中でじゃあ今ライバーとして改名しなくちゃいけません、はい、名字必要になりました、はい、って時につける名字にしようよ。いいですよ。クズはかなえの前につける、つけたい名前、はい、名字。ティア1、2、3。なるほど、ティア3からいく。そうね、不動峰。3でもう不動峰。不動峰、テニスの王子様じゃん。不動峰かなえ。不動峰かなえ、もう3位に来ちゃったね。3位は
もっと控えた方がいいんじゃない？いやいやいや、あるで、逆に3位か。ミネクズハでしょ。ミネミネじゃないです。なになに、ピアスリー。いや、でも、うん、かっこいいじゃん、不動ミネって。不動ミネクズハ、不動ミネカナエ3文字だからさ、どっちかに合うと大体両方に合うって。何がいいかな。うーん、越前かなそうなってくると越前クーハ、越前寄せちゃったよ。越前クーハ。でもマジで山田とか田中とか。あ、逆にいいね。山田かも。やっぱ山田界隈に加わりたいね。山田田中系いいよね。いい、いい、わかる。いい、山田ありです。僕もう今ね、出ちゃったから言っていい？何？ティア1山田やねあー、そっか、そっちか。確かに確かに、憧れるっていうと、そうか。なんか俺どんどん派手になってくイメージで今考えてたけど、うん、そりゃそうだわ。そうなんだよ。不動峰1位かそうなんだよ。確かにね、ティア1ではないかも。わかるでしょ、俺らがこの言いたいこと。そうそうそう、わかるわかるわかる。じゃあティア2は。ティア2もなんだろうな。でもティア2はちょっと僕、うん、VTuber っぽい差がいいなと思ってて、うん、例えば、うん、願いとかね。願い叶え、そうみたいな。わかる、らしさ。あ、そういうことね。らしさがね、いいなって思う。もう僕全部出たよ、ティア1、2、3 出ないな。ティア2が意外とむずいな。ティア1は俺2の前1。あー、なるほど、2の前の。これ漢字で2の前。マジで簡単だから。はい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 、はい、確かにこれ山田のね、はい、とか多分2の前のミソなんだけど、うん、あの市役所とか行った時に書くのめっちゃ楽そう。そう、超楽そう。そう、なんか公的な手続き。そうなんだよね。あの、めんどくさい。クズハとかだってもだいぶめんどくさいじゃん、まあね、画数で言うと。山田かなえめっちゃ早いぞ。ピピ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 ピだからね。山へ、山へ。なんだろうに。願いや、もう願いよにしようかな。世の中のよ。やっぱ音数少ないわ。でもほら、リリムちゃんみたいな魔界の系の。あー、てかライバーのな、名字とかなんか良さそうな名字。でもまずいよ、やっぱ月のクズハは。魔界のリリム、月のクズハ。そこどこだろうな、ライバーの名字で。伏見。あー、でも2文字じゃん。伏見クズハ、うん、ちょっとなんか違う。私、うん、森中クズハ。森中カザキさんはさ、うん、森の中に花が咲くで森中カザキだから、すげえまとまりいいよね。ソムリエ来た、うん、スコヤクズハ、山上クズハ。どれかピタッとくるのないかな。獅子堂クズハ。あ、ちょっとかっこよさに言っちゃってるな。デビデビクズハ。一緒にやってるよ。マジ、クズクズクズハは。めっちゃクズそう。カイダクズハ、ウズキクズハ、あ、お、クズハ、お、お、ソフィアクズハ。ソフィアパレタイ。まだラグーザの方がいいね。フーラクズハ。あ、でもまあ悪くない。サイキクズハ。うん、どうですか、ナルセクズハ。うん、どうですか。何これ、別の回じゃん、もう。しっくりくる名前をライバーから取ろうの回。ホシルベクズハ。あの、ちょっとかっこいいな。いい、ホシルベクズハ。星のクズじゃん、もう。いいね、なんか。じゃあ、ホシルベで。ホシルベクズハで。はい、決定。いや、まだいいのあるかもな。ヤシロクズハ。やっぱ、樋口クズハじゃない。それだけは。やっぱ杯を交わさないと。それもうだから樋口クズハはちゃいと思うけどな。静香クズハ。マシルク。瀬戸クズハ。瀬戸クズハいいよ。嘘、いるじゃん、瀬戸浩二さんも。いや、いるよ、他も。瀬戸クズ、瀬戸クズハ。瀬戸クズハ5回いいけどな。夜見クズハ、犬いクズハ、夢追いクズハ。あ、シェリンクズハ。シェリンクズハバーガンディになるね、その前の。 あれは何、100万天原クズハ。個性が強すぎる。
すずやっていいな。でもすずやくすずやとくずはでインフメちゃってるわ。五感でね、じゃあ何ですか。やっぱ樋口くずはかな。樋口かえだから樋口くずは。お前なんかそうさせたいだけだな。いや違うよ、似合ってるなって。素敵だよね樋口って名字。本当？うん、思うわ。じゃあ樋口くずはでティア2です。おめでとうございます。強制的にゴッドティアにあげます。ティア2過去ゴッドティアでした。はい、というわけでティア3不動峰かなえ、はい、山田くずは、はい、でティア2願いをかなえ樋口くずは。大丈夫かな。本当に大丈夫。新人の方がまだ俺、いやでも星レベルじゃなくて大丈夫。合ってるよ本当に。大丈夫。まあちょっと髪の色とかもね似てますから、まあ射程なんて言われるかね、あとは。うん、あ、兄弟なのってなったら、うん、あっちに怒られますか。まあ、どっちかって言ったら弟だからね。じゃあ、樋口姉、樋口弟ということで、うん、じゃあ、ティア1山田香苗二の前クズハ。あ、4文字いいね。そうね。うん、クロノワールがなんかやるということで、はい、終了。やってみてどうでしたか。もう、でも無限にいける。ティア決めね、何でもいけるし面白いんだよね。クロノワにこれのティア決めてほしいっていうお題がありましたら、コメント欄や SNS などで感想とお題を書いてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた来週。来週。君と見上げた世界、広げた中にまるで僕らみたいな見えない光、見つけたい可能性、引き出したスターバックスを伸ばして、君と一緒ならきっと永遠に強く輝く。